皆さんこんこにちは最近習近平は意図的に中国経済発展を減速させているというドイツメディアのその記事を見たので今日は習近平はなぜ意図的に中国経済発展を減速させているのかまたどのように減速させているのかなどを整理して送ります。 まだ最近中国の資産運用大手企業、ですね、中紀企業集団が破産を申請しているので、そのことについても少し話します。最近、ドイツのメディア DW ですね、DWC は 中国特派員による評論記事を掲載して中国の経済低迷の要因は経済的な側面にとどまらず中国政治層の意図的な分も大きいと指摘しました。で具体的に言えば 文章ちょっと長いんですけれども整理したので整理した部分だけ起こります記事によると習近平にとってあの経済成長と消費はもはや優先に考えることではないですで習近平は豊かな生活とその贅沢な生活にうんざりしているようですあの少なくとも表面的にはこのように考えているように見えると記者は書きました 習近平は中国人はもう一度消費を減らすことを学べ、学ぶべきだと考えており、習近平の目には、福祉、社会福祉制度は怠惰を生み出しているように見えるようです。 その結果、あの一般の大衆には消費できるお金が少なくなっており、多くの地方ではレストランやあの商店、住宅など多くの場所には人がいないです。 このことについてですね、あの、根拠とすれば、あの、記者は何も詳しく書いてないですけれども、実は習近平はですね、何回も中国人は困難に満ちた生活をするべきだと話したことがあります。えー、困難な仕事をやるとですね、人が強くなるんだと。中国人は弱いですから、いつも豊かな生活をしているから、人間は弱くなっているという意味ですね。という意味で言うんですけれども、これを口実感も 知らない習近平には別の目的があるみたいですね。まだ記事によると習近平が現在もっと関心を寄せているのはアメリカとの大国間の競争です。ワシントンのいわゆる中国への封鎖政策に対抗するために習近平は中国のサプライチェーンを確保しようとしています。 習近平が望んでいることは中国はグローバル化したその産業チェーンからできるだけ独立して国内で独立し主的な産業チェーンを再び構築することです。このような目標を実現するために習近平は民用企業に対する支配力を強めてあの収益性が低いその国有企業を 強化して自分が希望している戦略的正の方向への企業を導こうとしています。あの習近平はですね、よく自力更生と,、ね、構成と文字はですね、自力更生ですけれども、どういう意味かというと外部からの力に頼らずに自らの力で こととを行うということです、ね、このことは、ついに、君寸は、習近平はよく話していますけども、えー、去年の第20回の共産党の全国逮捕大会の前にあの、鎖国を検討する文書が掲載されたことがあります。その主な、えー、は内容は何かというと、 自力構成というんじゃなくて自主玄関とというものでした、えー、文章のタイトルはですね日本語に翻訳すれば民進時代における左国問題の新たな探求です、えー、主な内容はですね侵略的な西洋の植民地,植民地支配に直面,直面して中国の民朝と清朝の 支配者たちは軍事、経済、文化などさまざまな方面から自主、玄関を中心とする政策を採用したとですね。だからこのように知ったため中国はですねあの、自分の国を守ることができたとですね、中国の文化も守ることができたと。ということを文章した、あのを発表したのは当時ですね、多くの人たちが中国人はです。これは習近平が これから自分がですね、鎖国政策を取るために、あの、発表した文書だったですね。つまり、自分がはあの鎖国政策を取るための口実を今、つけていたと。当時はこのように話がありました。だから、この記者が書いたのはですね、確かに根拠がないことではないと思います。 また記事によると、習近平は既存の経済システムは自分が考えている実体経済に対応するには不十分だと批判しています。習近平が考えている実体経済とは製造業です。あのとりわけハイテク製造業のようなもので、例えば自動車やあの造船、コンピューターチップなどです。 普段さ不動産の,その企業はですね、あるいはインターネットのビジネス、あーかつて、過境を呈したその金融部門などは、近代な中国の経済成長に大きく貢献したにもかかわらず、習近平はあ自分の,その希望に含まれていないと、習近平の希望に含まれていないと記者は書きました。で 中国の習近平が2012年ですね、権力を握ってから2015年、中国製造2 0 2 5個というその目標を提出したことがあります。それが何かというと、2 0 2 5年になると中国は全世界の製造業の中心になるんだって。それだから全世界の国々が 全ての産業を中国にその頼むようにです,、ね、するんだとやったんですけれどもこれができなかったんですねすぐあのアメリカとその貿易戦争があってからはこれまだあの新型コロナウイルス発生してからこれがもう 中国、まあ、諸君はもうすでにこの話はしなくなっています。まだ、ァーウェイですね。ァーウェイの 5G を全世界に普及させようとしたんですけれども、それも失敗したんですね。 まだ記事によると、経済低迷に直面して、習近平はより強い対策をとっていないです。実はこれは習近平が積極的に選択した結果ですね。あの習近平がその強い対策、中国があの、えー、経済低迷に対して強い対策をとっていないのは、 受け身だけでですね、仕方がなくて取っていないだけでなくて、習近平がですね、自ら積極的にこのようにしたということでですね、アメリカとの地政学的争いのため、習近平は躊躇なく自国の経済発展を制約しています。当時に、 中国当局は地国の国民の監視を拡大しています。特に経済が低迷している時に高まる民衆の不満に対する手段を十分に準備しています。これは言うまでもなく3年間の6ンはー最もいい例ですね。だから、えー、中国の国民のその不満、経済低迷に対する政府に対する不満のですね、習近平が ずっとですね、圧迫していったということですね。記事によると、あのこのようにする対象は中国の経済、政治あの、平和への希望に対する信頼がますます低下しています。これは中国国内ではなくて、国外にもです、ね、同じですね。習近平は、中国側は外国からの輸入兵の依存を減らしながら、 外国は中国のサプライチェーンへのその依存の維持することを願っています。このようなアプローチは野心的で長期的に言えば現実的ではないです。つい最近 EU の指導者たちは習近平に中国はこの両方を同時に実現することはできないと話したことがあります。だから習近平は アメリカだけに注目するのではなく、幻滅していく中国国民にも注意を払うべきだと記者は書きました。<laughs> ここですね、EU の指導者たちは習近平がこの矛盾する二つの方法ですね、自分は外国に依頼しない、で、外国は自分に依頼してほしいという二つのですね、不平等なその政策を同時に実現することができないと習近平に言ったんですけれども、習近平はですね、いつもこのようなですね、矛盾する二つのそのことを同時に実現させることを要求しています。あの、 自分の国民に対してもあの、自分の幹部に対しても、例えばですね、ロックダウンしながら経済発展させようとする。これは二つの矛盾するんですね。またですね、あの、さっき言ったの、その、自主玄関、つまり、えー、鎖国政策を、えー、取りながら、外国からのその企業たちが中国に来てですね、あの、投資してほしいとですね、これは二つ矛盾するんですね。まだ、 外国の企業家たちがですね、中国に来て投資してほしいと言いながら、あの、スパイの、あ反スパイのその法律を強めて、外国の企業家たちをですね、スパイとして逮捕する、制約する、そういう二つの,あの矛盾する政策をとっていますね。これは習近平のやり方っておかしいですよ。おかしいです。 あの外国に対しても中国に対してもいつもこのような政策をあの取っています。これは記者のあ書いたものがですね、例はたくさん取ってないですけれども、記者は間違ってないと思います。これはですね、ドイツのメディアがあの書いた主な内容です、えー。一方ですね、スイスの,あーそのメディアはですね、えー、中国が2023年の流行語、 期待されたほど急速に経済が回復していない理由は、流行中に不動産業界や中小企業などが深刻な危機に陥っているときに政府が十分な支援を与えなかったため、手触れが状況をさらに悪化させたと指摘しました。また習近平をはじめとする中国指導部が 過ちを犯して台湾の武力で攻撃することをしなく、再びですね、現実主義の道を歩むことを期待しているとですね、あのそのメディアは書きました。まあ、このメディアのことはですね、あの長く言わないですけれども、えー、つまり何かというと、このメディアはですね、 中国はあの3年間の,その経済、このロックダウンをしているんですけれども、全体的には中国の経済の発展はですね、発展のすびとはアメリカや英国などヨーロッパの中国より状態が良かったとっいうんですね。だから中国の基盤の経済基盤は良かったんですけれども、習近平がですね、 間違った政策を取っているためあの国がです、ね、その中小企業とかその企業を支援してないからです、ね、あの経済発展ができなかったというんですけれどもこれはあのロックダウン期間、えー、だけではなくです、ね、その後も中国政府がです、ね、民間企業をあの支援し,し,しなかったんです。例えば交代 と、あの、ビーグイエンですね、企業とかいろんな会社が、あの、破産してたんですけれども、最近まだですね、中国の、その、資産運用の大手企業、中綱地米ですね、中職企業集団が破産のあの申請しました。 で、裁判所がすでにこの申請を受理しています。北京市の裁判所が、いつかすでに中小企業集団の破産申請、あの、こう、中小企業集団のその破産申請を受理しました。この中小企業の集団は、 支払い期限まで債務を返済できなかったほかに、まだですね、全債務を完債するには、資産がもう不足しています。ということで、その発産の申請。 知ったそうです去年11月ですね、まあ、その前にもある、去年の8月からもあるんですけども、主に去年の11月には、中小企業集団の債務超過額が2200億から2600億円に達する可能性があると報じられています。これは日本のお金で換算すれば、約4兆6000億から 5兆 4, 億円になりますでこのような、えー、大きなお金ですね、返済することができないです。えー、中,小あの中小企業集団は、今すでにその破産したその不動産企業ですね、後代集団とビグイエン えー、経営よりもっと大きいですだからこの企業の破産はですねこの二つの企業よりもっと影響が大きいです、えー、で昼食企業は1995年に設立されたんですけれどもその企業にその資産運営を頼んだ会社はですね1500企業以上企業あります で、企業は、この企業はですね、主に資産運用の他に、金融サービスやウェルスマネジメントなどがあります。この企業にその資産管理を頼んだ 会社はですねみんなお金がある。普通の会社ではないです。だから、この企業はですね富豪クラブだとクラブだと言われていますで。クラブのメンバーは少なくとも今はですねあの数百万件の資産が必要です。このクラブに入る企業はですね少なくとも数百万件の,その資産がなければ、 このクラブに入ることができないです。で、今までですね、えー、知られたことは、最も最高なその多い、えー、こう資金はですね、えー、550億元です。で、50億元の,あの資産を持っている人がこの会社にその資産運営を頼んでいます。この5000億円と言われた今のルートでの計算すれば、 日本のお金では1000億円になります。だから富豪、富豪がですね、貧乏になりますね。この企業が一旦破産するとですね、もし破産すれば、多分例えば1000億円を投資した会社がですね、10分の1のお金を返してもらうことができるかできないか、今問題ですね。だから、1500億円 企業ですね、お金を持,持っている人が急に,、まあ、一,番に一番のうちにですね、えー、貧乏な人になります。えー、しかもこれらの戦後配慮企業はただ自分だけでなくて、えー、この企業と関連がある企業もまたたくさんあるんですね。だからこれから連鎖反応が発生するんじゃないかと考えられます。えー これからですね、他の企業も多分破産するかもしれないですね。で、スイスのメディアは、あの、これらの会社に対して、あの、経済が低迷に落ちている中国の民間企業とか企業に対して中国政府が十分な使用を与えてなかったと、 書きましたが、中京はですね、この中小企業にも支援しなかったんです。今も支援しないですね。だからこの企業は、まあ、破産するのは、今破産申請したんですけれども、破産するのは多分間違いないと思います。で そうすると、あのすぐですねあの、破産、この会社が破産すると、多くの富豪層の人がですね、習近平に不満を持つことになりますね。で、富豪と言われても普通の多分国民ではないと思います。この中には、ベニ二代ですね、えー、大使党とかベニ二代、えー、多分政治,政治と中国のその政治形と関係があるその人ですね、政治家たちの親戚。 がその1500人の中には大部分の人はこのような人だと考えられます。だから、これ、これらの危機が発散すると、中共の高層幹部たちも習近平をあの恨むことになるだろうと考えられます。今日はですね、習近平がその、意図的に中国経済を、検速させているということについて、ドイツのメディアとスイスのメディアの 内容をまとめて皆さんに伝えました。では今日の話をここまでにします。ご視聴ありがとうございました。